はい、ということでですね、まあ、僕の、前世とか、まあ、そういうのは別にどうでもいいんですけど、この番組的には、はい、やっぱりね、2023年、はい、ね、あの、まあね、この数年間本当にいろんなことがあって、ね、あの世界は激変しておりますけれど、まあ、日本もね、まあ、ね、あまり、まあ、世界も同じなんですけれど、うん、あまりいい方向に回ってるような感じはしないんですが、うん、まあ、まあ、こと日本、我々が、ね、あの住んでいる日本についてなんですけれど、はいはい、まあ、一番あの皆さんに共通して日本全国民に共通するのはやっぱり自然災害、はい、うん、そういったものが今年ねまたどうなるのかっていう、でやっぱり一番ねあの災害といえば、まあ、日本人が一番怖がる地震っていうところなんですよ、うんうん、この地震っていうのが、まあ、今年、ね、あのどんな感じで起こるのか、それともまあ起こったとしてもそんなに大した被害はないのか、うんうん、まあ、その辺のことをもし、感じていただければちょっと教えていただきたいんですけれど、あ、いわゆるあのいわゆる言われているような南海トラフとか、うん、ああいう巨大地震は今年は来ないと思うんですけどね、うん、来ないように感じますね、うん、はいはい、でもまだ来ないという結論です、うん、私は。なるほど、はい、はい、だと、うん、来ない、まだ来ないっていうのはまだ来ない、そんなにない、うん、そう、あんな巨大のは、まあ、うん、そうですね。あと、まあ、地震に関連していくとやっぱりね、今世界中、うん、結構あのトンガの海底噴火とかありましたけれど、うん、やっぱり富士山、うんうん、富士山の噴火、うんうんうん、これについてはどうですか。いや、まだこれも起きないんじゃないですか。早い、早い、早い、はい、うん、ドカンとは今年は来ないですね。で、あとですね、これ1、2年前に自分で独自で勝手にやってたんですけど、うん、あの富士山の噴火がもし将来この先未来起きたとしても、うん、あの漫画みたいに あの上からドーンとはねなんなくて、あ、そうです、なんか脇っちょの方からブジュブジュブジュってなるイメージが来たんですよ。それが2年ぐらい前、私勝手に、うん、自発的にやってたのでは、はいはい、その脇っちょでした、脇っちょ。うんうん、あのね、あの以前もね、あの、うん、ちょっとサイドから復活したこともあったみたいですからね。なんかそんな感じでですね、そんな一瞬であのドラゴンヘッドって漫画みたいにドカーンってなって、うんうん、なことはもうみんなが一斉に滅亡するみたいなのはない、うん、ない、ない、ないと思う。はい、うん、はい、じゃあその辺はまあそんなに、まあ、地震も噴火もそんなに心配しないでいいっていうところですね。もう決定的な、あ、うん、滅亡的なのはない、ないと思います、うん、はい、なるほど、ない、うん、最近ね、あの地域的なところもありますけれど、やっぱり水害ですよね。あ、はい、うん、洪水とか、はい、あの氾濫とか、はいはいはい、うん、あのそういったものがやっぱり結構多いですけれど、そういった大きな水害とかそういったものはどうでしょうか。はい、雨とかね、大雨とか。そうですね、うん、うん、水害、いや、もう土砂崩れとか家の裏が山だとか、うん、いやでもね、予測できない地域もありますからね。うん、うん、そうですね。なんか年明けにもね、年明けだったかな、ね、年末だったか、大きな、ね、土砂崩れがあって、ね、ありましたよね、うんうんうん、まあ、あのクラスのものっていうのはやっぱり起きる可能性はあると。ありますよね、土砂崩れ、うんうん、ある。これはなんか、うん、来たメッセージは、うん、あのそれはいつもだよみたいな感じでしたね、今やってだから、うん、本当そういう平地なとこ、平地のね、平坦ところはいいんですけど、うん、絶対リスクが高い住宅地の方っていうのはちょっと本当、うん、気をつけて、あの、うん、雨の量とか、うん、その地形とかちょっと気を配って くださいって感じですね、うん、でもうすぐ避難するって感じですよね、うんうん、もうそれしか言えないですよね、うんうん、あの災害、そういう土砂崩れ、大雨、洪水は繰り返しますってことですね、うんうん、今言えるのはね、こんなのでも 誰もが予測できることなんで、まあまあまあ、まあ、今年も、ね、うん、今年もあの要注意してくださいってことですよね、うんうん、まあ、そうしたね、うん、やっぱりあの普通のって言ったらおかしいですけど、うん、割とやっぱり生活に即したね、うん、あの考え方というか注意の仕方っていうのは、うん、やっぱりね、あの一番大切だと思いますんで、うん、準備とかそういったものはね、やっていった方がいいですよね、うんうん、あ、今すみません、今こう、はい、メッセージ感じたのは、うん、あのこの先を知りたければ、うん、過去のニュースを見なさいっていう、なるほど、過去のニュース、うん、過去の情報に目を向けるのが大事だってきましたね。うん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 、予言とか未来とか気にするんじゃなくて、
過去のニュースをしっかり見ろっていうのが、うんうん、その災害ですよ、あの洪水とか土砂崩れ、うん、これはもう過去のニュースを見れば分かることだっていうのが、うん、今来ましたね。なるほど、はい、ね、じゃあその過去のそのね、あの災害のパターンとか避難場所チェックしておく、そうですね、うんうん、そういったところですね、うん、そうなんですね、それしかないですね、うんうん、なるほど、ね、うん、それでですね、まあ、あの自然災害とか、天候はそうなんですけれど、やっぱり皆さんやっぱり今のその経済状況、うん、あのどこも本当に大変で、私なんかも結構あのバーとかイギリ、うん、ヨーロッパの人たちとの、接触多いんですが、仕事が、うん、やっぱり本当にもう大変な人は本当に大変で、うんうん、イギリスとかドイツとかもう本当に生活もできないような人がもう何百万人もいる、特にイギリスなんかひどいみたいで、1日1食の、家庭が、うん、あの家庭というか人間がだいたい、国内で300万人ぐらいいる、うん、そういうね、あの話をあのイギリス人から聞いたり、うん、でドイツはドイツでね、もうなんか、やっぱり、ね、エネルギー代が上がってて、うん、で結局ロシアからあのガスとか石油とか買えないっていうことで、まあ、あの原発を再稼働するのか、ああそれとも、ロシアにひれ伏して、うん、石油とかエネルギーを融通させてもらうのかっていうことで、国民がもうけんけんがくがくの、話をしてるとかね、そういう話をたくさん聞くんで、うん、オランダなんてね、パン屋さんが、半分ぐらい潰れたらしいですよ。はあ、うん、あの燃料費高騰でパンが焼けない、あそうか、焼くのに燃料、そうですそうです、焼くのに、うん、もう本当にあのヨーロッパとかね、アメリカもあの大変みたいで、うん、うん、あのまあ世界中ね、経済状況、そういう経済状況、比較的日本はまだ、うん、まあまだ食料もありますし、上がまあもちろんね上がって大変なんですけれど、ただ、他の国みたいにね2倍も3倍にもなってるっていうことはありませんから、うんうん、だからそういう意味でおいてもあのまだマシなんですけれど、うん、世界状況に比べると、うん、ただやっぱりね今年何かメッセージ欲しいですね、欲しいです、ね、ちょっとやってみましょう、はい、どうなんと難しそう、難しいとか、うん、自分のあの考えは置いといて、うん、はいはいはい、なんかあの、うん、結構怒られる系なんですけど、なんか、うん、あの不安を持つなら、うん、経済欄読めみたいな、なんかそういう、ね、不安を持つ、なんていうの、不安があっていることを怒られました今。ああそうですか。なんかちゃんと新聞の、うんうん、とっつきづらいけど、あの、うん、まさに今ポリータが言ってくれたような知識、うん、その世界の情勢経済欄必ず新聞にあるから、うん、あの読みなさいみたいな、情報、まあ、情報、不安じゃなくて情報をちゃんと勉強しないで何言ってんだみたいな、あそうですか、あ厳しいですね、厳しいじゃん、うん、勉強しなさいみたいな感じ、なるほど、うんうん、そうするとあの解決策だって見えてくるし、うん、あのどういう風なとこに金使うかとかね、そのバランスとか、うんうん、そこそこの家のやり方をね自分でちゃんと勉強して、まあねね、自分で家計を組み立てて、うん、やってけと、なるほど、そんなこと言われてもなーって感じですけどね。なるほど。あの本当にあの、まあ、他のチャンネルではどういうことを、ね、あのやってるか分かりませんけれど、我々このチャンネルはあの、ね、僕ららしく、ね、そうですね、うん、あんまり、うん、あの大冗談にかぶるあの振りかぶることもなく、うん、かといってあの、ね、あの現実を無視することもなく、ね、あのやっていきたいなと思ってますけれど、まあ、この番組をお気になっている方は、まあ、それぞれ、ね、いろんな、ね、印象を持ったと思いますけれど、はい、僕たちはまあこういう感じで、うん、あのやっていきたいなと今年も思ってます、うんうんうん、本当ありがとうございます、はい、今日はこんな感じで、はい、今年の、ものを裏になってみました、はい、本当にあのまたチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日もありがとうございました、ありがとうございました、はい、どうもさよなら